ませんので、最後のにしたいと思いますが、登録業者の選定であります。で、まああえて名前は言いませんけれどもね、検査サービスをしている業者でありますが、まあ、この業者がですね、調査チームのヒアリングにいろいろと答えておられるんですがね、でその中で、まあ、少なくとも5、6年前から葬儀業をやってました。でもちろん証拠もありますから、去年やってますね。で、さらに今後もやる可能性がある、まあ、そういう趣旨のことを言われているんですね。でこれここにその業者の登録の決裁文書あるんですけども、これ当時の部長は豊島さんやと思うんですけどね、部長のところに前田っていう判子をしてあるんですよ。これは何でですか。長野市民生活局長。市民生活局長でございます。これは部長のところに前田とあるのは、これは代理、の決裁ということで、しておるものでございます。辻元議員。これどうして部長は決裁せずに次長の代理決裁なんですか。それと係長は決裁しておりません。他の文書は係長もちゃんと決裁してますけれども、これは決裁してません。で起案者は、他の起案文書は事務職員がしてますけれども、これは当時の西条管理センターの所長である郷良さんがしてます。だからこれ簡単に言いましたらですね、郷良所長と前田次長2人で決裁してるんですよ。この決裁は有効ですか。長野市民生活局長。生活局長。市民生活局長でございます。決裁自身は有効であると考えております。で、これの、まあ、経緯でございますけれども、まず、まあ、この業者の方がですね、葬祭業を営んでいるというようなところのあたりでですね、特別調査チームとかの、まあ、ヒアリング等ありまして、それで、まあ、そのあたりが、葬祭業基準、先ほど申し上げました葬儀関連登録事業者、扱い業者の登録の基準のところに、まあ、違反しているんじゃないかというようなところも、まあ、疑義がありましたもんで、このあたりのことを内部の方で、まあ、協議をしておりました。で、まあ、協議に基づいて、まあ、これは内部で協議した結果、まあ、ちょっと申請、基準のあたりがですね、不明確な部分もありましたので、まあ、29年度の登録は、まあ、認めざるを得んだろうなというような判断を持って、話し合いを行いまして、まあ、決裁については、28日に、まあ、中に、まあ、相手方に通知をしないといろいろ準備的なことが必要であるということの判断もありましたので、28日に決裁しました。で内部での協議につきましては、前日までに終了しておりましたので、まあ、代理決裁という形になったというところでございます。辻元議員。明石市決裁規定はですね、あらかじめ指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限り代理決裁を認めておりますね。でただし重要なる事項及び異例であり、もしくは疑義ある事項または新規の事項については代理決裁をすることができないと書いてあるんですよ。この起案文書に疑義があるため決定を保留していましたって書いてありますよ。ダメですよ、これ代理決裁。いかがですか。長野市民生活局長。市民生活局長でございます。先ほど少し答弁させていただきましたように、まあ、本来ちょっと疑義があったということで、まあ、保留をしておったんですけども、内部で検討した結果、まあ、これは登録として、まあ、申請を受け付けようということになりましたので、まあ、その段階で、まあ、保留がなくなったと、疑義ではないというところでございます。
で、あらかじめ、まあ、部長の方のと含めまして、内容の中で、決定をいたしましたので、まあ、その指示を受けて代理決裁したというところでございます。以上です。それではこの際暫時休憩をいたします。再開は午後1時といたします。